六本,六本木ヒルズモリタワー。六本木ヒルズモリタワー。六本木ヒルズモリタワー。六本木ヒリーモリタワーは、東京都港区六本木六の十の一にある複合施設、六本木ヒルズの中核を担う超高層ビルである。当ビルの名称はあくまでモリタワーであり、六本木ヒルズだけでは、当ビルを指すことにはならない。ビル固有の郵便番号は百六から十一 x x XX は階層。地下、階層不明は90。低層部はショッピングモール、中層部は賃貸オフィス、上層部は海援制文化施設や美術館等で構成される森アーツセンターがある。屋上には、海抜の展望台の高さとしては東京タワーをも超え、東京スカイツリー竣工後も都心一を誇るオープンスカイデッキのほか、このビルに入居する。 FM ラジオ放送局 JWAVE の非常用送信設備と周辺地域を対象にした中継局設備、口実もある。六本木ヒルズモリタワーは東京ガスによる発電及び地域熱供給設備六本木エネルギーサービスを持ち、それに加えて東京電力ホールディングスのバックアップ、投油による自家発電という三重の電源確保における冗長化体制が敷かれている。 なお、常用の自家発電設備を備えている賃貸オフィスビルは非常に珍しい。また、建物は建築基準以上の耐震強度と免震を持ち、災害時に逃げ込める街として設計されている。なお、賃貸オフィスフロアに行く際には、セキュリティゲートを通らなければならず、部外者は訪問時に許可を得て IC カードの対応を受けるか入管許可証をもらわなければ入場できない。 なお、オフィスロビーでは2階を、ロアーロビー、LL 街、3階を、アッパーロビー、ウル街と表記する。など、入れ替えの場合あり、六本木ヒルズ族も参照されたい。森タワーの中に20基以上あるエレベーターのうち、地上とオフィスフロアをつなぐエレベーターは、それぞれ2階建て、ダブルデッキ構造になっており、乗り降りする木材端によって、地上の乗り場が上下2階層に分かれている。 LL 階と5階が奇数階行、ウルガイと6階が多摩数階行である。そのため、上下の階層を間違えると、目的の木ザ端に行けず、LL 階、ウルガイもしくは5階6階に戻らなければならない。また、地上階での1階分の高さと高層階での1階分の高さが異なるため、上かごと下かごの間がパンタグラフ構造となっていて、 指定外到着間際の3秒間に高さを自動で調節している。さらに、オフィスフロアは、非接触型 IC カードにより立ち入りが規制され、それを利用して停止しない、階層側のエレベーターホールには入れない構えになっている。このほか IC カードの種別によっては臨時に、乗降可能状態に制御できる場合もある。なお、エレベーター内の上下両方のリクエストに応じて、 停止するため、リクエストのない木座橋にも停止することが、工場的にあり、下、上か五乗高中と、待機側のエレベーター内部の液晶ディスプレイに、表示される。この2階建てエレベーターは上下のカゴで内装が、異なっている。全部で37機ある。A バンク7機は、フジテック製、B バンク7機は三菱電機製、C バンク6機と非常用4機他は、 日立製作所製 D バンク6機は東芝製 E バンク6機と49から52回専用の5機は日本オーチス製が担当している。到着アナウンスは非常用 PH2 階業を除いて六本木ヒルズのオリジナルアナウンスを採用している。また、非常用エレベーターの停止外である B6B3 階には施設関係者以外立ち入り禁止のため、 非接触型 IC により立ち入りが規制されている。なお、地下6階までは地下2階から階段で移動することができる入管許可証が必要。エレベーターの到着チャイムは2018年6月現在、従来とは逆に流れている。今までは、上りがピンポン、下りがポンピンであった。六本木ヒルズ森タワーの展望台、東京シティビューの屋上展望台である。 東京スカイデッキは、開業当初ガイドツアー参加者のみに公開されていたが、その後一時的に休業していた。そして、2008年、平成20年4月26日から、東京シティビューの入場者であれば自由に出入りできるようになって、リニューアルをオープンした。2018年現在、スカイデッキへの入場は52回で別料金を支払う方式。デッキは、海抜。 約270メートル、地上高238メートルの位置にあり、海抜の展望台の高さとしては、都内一を誇る。地上からの室内展望台の高さ、地上からのスカイデッキの高さ、海抜の室内展望台の高さ、海抜のスカイデッキの高さ、海抜のビルの高さ。2015年11月1日開局。都市型南朝の解消を目的として開設され、 東京スカイツリーの本局からの電波81.3メガヘルツが弱くなっていた東京と港区南西部及びその周辺地域の受信環境の改善を目指し中継局である2004年平成16年3月26日午前11時頃大阪府から母親と来訪していた6歳の男児がタワー正面入り口にある自動式の大型回転ドア 自動回転ドアで閉まりかけているドアに駆け込んだことでドアと枠の間に上半身が挟まれるという事故が発生。すなわちに救出されたが間もなく死亡、圧死した。本来ならばドアに備え付けられている赤外線センサーが感知して急制度をする仕組みが備わっているがドアの効率を優先させた森ビル側が頻発する急制度を抑制させるため検知範囲を狭めさ ドアの回転速度を速めるように、製造メーカーのサンは田島、サンはシアッター工業関連会社に要請し、それに応じていたことが、事故直後に明らかとなる。また、風圧への対策から、部材をアルミニウム骨格から鉄骨に変え、見えを良くするため、表面にステンレスを貼り付けていたことから、本来1トンであった回転部の重量が3倍、近い2.7トンに増加しており、 回転速度を上げていた影響も、相まって、急性動が作動してから完全停止まで、完成で25センチメートルも動くようになっていた。そして直近まで、各地のビルなどにある自動回転ドアにおいても、子供が負傷する事故が、断続的に起きていたことも明らかとなり、エレベーター、昇降機のような公的な規制がなかった、自動転ドアの安全性を見直す動きが広まった。 その結果、横浜ランドマークタワーなど多くの大型ビルの回転ドアで事故が多発していたことが判明し、この事故を契機に回転ドアを停止、閉鎖したり回転ドアを廃止して引き戸式の自動ドアに置き換える動きが続出した。森タワーがオープンしてからこの事故までの1年弱の間に回転扉に子供が挟まれる同様の事故が多発していたが、 簡易的な対策しかなされていなかった。この事故は当時都内の注目スポットとして脚光を浴び、不特定多数で多くの来訪者がいた六本木ヒルズの設備で犠牲者が出たことからセンセーショナルに報道された。死亡事故は刑事訴訟で森ビル側の管理過失及び三話田島の製品製作上の過失が認定され、森ビル側が遺族に損害賠償金、 107、10 7 00 00円を支払うことで、が成立している。この事故に関して、立教大,大学院教授の福田秀人は死亡事故以前より32回の事故があることを知っていたが、事故後に産経新聞へのコメントとして、今回の事故も危機管理の専門家なら誰もがっている範囲力費の法則に類似しているという用紙を述べ、事故後に、 事故原因究明を目的とするドアプロジェクトを設立した畑村陽太郎はセンサーに頼った制御を危険だとして軽量化や接触時に扉が退避する構造により本質的な安全を確保する必要があると知いる。またご停止を避けるため自己防止用の赤外線センサーの資格を拡大していたことも事故原因の一つである。 ヨーロッパではホテルや商業施設などで日本よりも回転ドアが普及しているがそもそも安全対策のために回転ドアにおける事情の軽量化が図られている。2007年平成19年4月4日51階エレベーター機械室から異臭が発生して高層階から避難する騒ぎがあった。調査の結果異臭の原因は 日本オーチスエレベーター製エレベーターのワイヤー乗れがきっかけと判明した。事故機以外にもワイヤー分かれがあり、4月26日現在で全11台中8台が運転停止中であったが、5月18日には全大復旧した。このほか、2004年、平成16年10月に起きた新潟県中越地震の際には、長周期地震動の影響でエレベーターのワイヤーが 地震の振動に共振したため運転を停止した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。